さて続いては、過酷な長時間労働を背景になり手不足に陥っている学校の先生についてです。文部科学省の審議会はこの夏、改革の緊急提言をまとめましたが、現場レベルではすでに働き方の見直しがスタートしています。福岡市西区の下大和小学校で6年生のクラス担任をしている菊池飛鳥先生。今やって今モットーはいつも笑顔で。菊池先生は朝から子どもたち一人一人と向き合います。普段はとても明るくて、本当にもうみんなのことを思ってくれている感じの先生です。まあ、勉強を分かるまで教えてくれたりして、優しい先生だと思います。はい、大好きです。子どもたちは本当に可愛いですので、そして日々子どもたちと一緒に、まあ、自分自身も成長できるかなと思っております。子どもたちと共に成長できるやりがいのある仕事。しかし今、先生のなり手は減っています。今年、福岡県の教員採用試験の倍率は小学校で 1.2 倍、中学校で 2.3 倍と過去最低に。長時間労働などを背景とする人手不足は深刻で、県内の2割近い学校で合わせて200人以上の先生が足りていないといいます。こうした状況が続く中、今年8月、教師を取り巻く、環境の整備を一歩でもさらに前に進めることができますように。中教審、中央教育審議会が教員の働き方改革を進めるための緊急提言をまとめ、文部科学大臣に手渡しました。提言では、教員を取り巻く環境について、国の未来を左右しかねない危機的な状況と指摘。改革案としては、教員の負担軽減が期待される小学校高学年での教科担任制を強化すること。授業や事務作業をサポートする教員業務支援員を全ての小中学校に配置することなどが挙げられています。菊池先生が働く下大和小学校では、中教審の提言を先取りしています。2時間目が終わると、いってらっしゃい、教室から子どもたちを送り出した菊池先生。今から職員室に行きます。隣のクラスの先生が、図工をしてくださるので、私は空きになります。ありがたいです。職員室で次の週の時間割を作ったり、教材研究をします。6年のクラスでは今年度から教科担任制が導入されました。担任のクラス以外でも得意教科を教えることで、授業準備の負担軽減につながるといいます。1時間目やったクラスで、その気づいたことを生かして次のクラスにできるっていうことで、まあ、授業改善にもつながりますし、せっかく準備したものは3回使えるっていうのはとてもいいなと思っていて。働き方改革は他にも。算数の授業をサポートしているのは現役の大学生。これ円何等分されてる？あ、してない人。まだ多いよね。ってことは？学習指導員として福岡市教育委員会に雇用されています。それぞれの児童の学習スピードに合わせて丁寧に指導できるほか、丸付けも分担できます。私が担任をしていた頃よりは空き時間が生まれて、その間に、授業準備等できていると思われるので、その点については随分進んできているのかなというふうな実感はあります。専門家は現場での取り組みを評価しつつも、これまで数年間、多少はですね、勤務実態調査によって、
改善はされているという、実態がありますので、多少より良くなっているという面はあるかというふうに思いますけれども、劇的に変わっているというわけではないですので、その意味では、限界があるのかなと。公立学校の先生には月額給与の 4% を基本給に上乗せする代わりに時間外手当などは支給しないと法律で定められていて、定額働かせ放題とも指摘されています。専門家はこうした法律の抜本的な見直しが必要だと考えています。人をかけずしていい教育ができるってことは、ないんだろうと思いますので、法令改正含めてですね、教職員を増やしていく改正っていうのを、進めていくという、こういうことになるんじゃないかなという。定額働かせ放題の温床とされる1971年制定のいわゆる給特法について、中教審の提言では今後議論を深めていくとの表現にとどまりました。働き方の改善を進め、教員を志す人を増やすことができるのか、子どもたちの未来のため改革は待ったなしです。